エイリアンチューバー第2回目。さあ、お、続きからってあるぞ。ああ、なるほど。コンティニューができるんだ。てっきりゲームオーバーになったら、最初からやり直しだと思ったからね。どういう風に進めていくか、練っていかないと無理かなと思ったけども。うん。これだったら、しかしこのゲーム自体がクリアできなそうだから、やはりこの、高難易度ぐらいのゲームにして、探して、よしよし。ゾンビウイルス。需要度も高いから、これは、多くの新規チャンネル登録者が見込めるんじゃないか ?58%。いっちゃいましょう。2分の1なら。ペンビンハロー YouTube とニコニコ動画とその他のいろいろ。いけ、いけ、そこだ。よーし。10万人ぐらい一気に増えんじゃないこれは。9万。おー、行きましたね。元気 10%。ここは、うん。ゲーム探しで、うん、10% を使うのもありだけども、60% 行きましょう。ここは攻める。60% なら、ダメでした。それでも1万人近く増えた。でも1万人じゃダメなんだ。あと26万人なんとかして稼がないと。でも現時点だと、とにかく配信をして一気に稼がないと厳しくないか?また情報収集はミスだし。さあ元気 100%。あと3日間しかないからね。こういうギャンブルをやっていくしかないか。よーし、34万。あと15万人。しかし需要がどんどん減ってるぞ。連続で同じゲームを実況配信しても。あ、でも10万。それでも行くのか。よーしよしよし。大公開時代。成功率 90%。よし。これでなんとか5万稼げれば。よしよし。ステータスも伸びて。12万。おお、いいっすね。チャンネル登録者58万人。やりました。53で止めたかったね。それでね、私のチャンネル登録者数は53万ですって言いたかった。ゲーム収集率も、残り 10% を、ここで消費して、ダメでした。60日目までに、チャンネル登録者を100万人、金の盾、狙っちゃう?さあ、51日目。とりあえず寝るか。これ新しいゲーム見つけないとちょっと厳しそうだよね。先に情報収集で、今足りないスキル。観察力が若干低めだから、情報誌で、ステータスを確保したかったのに、ほんとこの情報収集の 70%、ハズレ引くよな。お、50% で取れる。そこを外す?オークションで頑張れ。オークションやってる動きじゃないけどな、これ。縦長のパソコンなのかな?魔界の里。魔界な村のパロディかな?よーし、じゃあここから配信 97% で成功。いいね。ビンビン。これ!これ!これ!ゲームだ。48万人プラス。とんでもないな。魔界村つえ。ふう。なんとか100万人達成したからね。よし、こっからはどうしようかな。ゲーム収集をしたいけども。まず情報収集から。よしよし。43% で引けるか。レアショップで。何が出た?明智光秀の野望。まあ、信長以外もね、野望は持ってるだろうからね。需要度も高いが、難易度も高い。麒麟が来ちゃう。残念、休めてない。睡眠の質が悪いぞ。56%が、いっちゃいましょう。もう今期の目標はね、達成してるから。いけ!残念。
まあでも7万人いいっすね。次が300万人突破とかかな。 20% しか残ってないので、情報収集で 20% を使ってほんと外すな。逆に 30% を引きすぎでしょう。70日目までにチャンネル登録者を500万人以上、500万でした。まずは寝るぞ。シャーマンキングの本誌の最終回のように寝るぞ。まあ 30% だったら、うん、仮にミスってもね、61日目からやり直しができるんで。もう 50% 超えたらどんどん攻めましょう。これで多分150万人ぐらいは一気に増えんじゃないか。114万人一気に増えたとはいえ光秀の野望はね、需要度がどんどん下がっちゃってる。よし、じゃあ次は魔界ビレッジ行きましょう。里だから違うけどもモテネタはきっと魔界村だ。いいね、121万人突破。追加か。 60% I love game。 よしよし、こっちはしっかり引けてるんだよな。よし、208万人一気に追加で、チャンネル登録者数は558万5077人。ありがとうございます何万人だっけ。なんか金の盾の上もあるんだよね確か。残り 10% の時はゲーム収集。よし、約2分の1を引けた。サイバーロボッツ、これは何だろう元ネタ。もう今期の目標は達成してるけども、この次この次とどんどんね、必要登録者数が増えるだろうから、今のうちに稼いでおく。よし、難易度は星4つだったからいい感じのパーセントで成功しますね。こういう時に限って外すんでしょ。ああ、よかった変なフラグを立てるなど。おお、564万人一気に1000万人超えた。これはこの次の目標ももうすでに超えてるんじゃないのか。とりあえず灰色になるまで白文字のやつはどんどんやっちゃいましょう。身を粉にして灰になるまで実況を続けるのだ。491万人すげえ、とんでもないチャンネルだな。 65% うーん、サイバーロボッツでいこう。連続じゃなく1回挟めばちょっとはマシになるかもね。そろそろ新しいゲームを仕入れよう。おお、一気に1155万追加。インフレがやばい。さあ 53% ですが、引いてくれ頼む。よし、ニューゲームミリオンシェルズ。これもなんだろうな元ネタは。80日目までにチャンネル登録者を1000万人以上に。あ、もうしちゃったこれ90日目は何だろう、1億人かな睡眠大好き。ミリオンシェルズ 86% いいね。地球の皆さんこんにちは。多分プラス3000万人とかいくか。おお、ほぼ3000万。配信をすることでステータスも上がるからね。そのおかげで、うん、成功率も上がるし、登録者の増える割合も増えてるし。ほう、こりゃ1億いきますよ。最後はやっぱり光秀いきますか最後ってわけじゃないけども、キリンよ来い。いい感じに進んだところで、よし、持ってますね。チャンネル登録者数1億2503万4248人もうこれゲームクリアじゃないですかね。もう遊んでていいんじゃないですか。いや、遊んでるんですけどこれいや、遊んでないな。遊んでるけども半ば仕事みたいなもんだからね。もうあとは記録をどんどん伸ばしていくことに努めましょう1回の配信で1億人増えたもうゲームクリアでいいよね。どうしよう、これで10億人必要だよとか言われたら90日目までにチャンネル登録者を1億人以上に絶対するぞ。なってるぞ。もう達成しちゃったんだけど、
どうしよう。でもね、先で何が起こるか分かんないからな。とにかくやれるとこまではやっとこう。最近新規のゲームがなかなかゲットできてないな。言うて確率 54% だからね、そりゃ外すわ。よし、エレキヘッド。さらにゲームをどんどん見ていこう。クイーンオブファイターズ、キングオブファイターズじゃないか。おお、これは需要度も難易度も高い。星のポポ。カービィじゃないぞ。他に何かが混ざってんのかな。ポポ、メタルスネーク。そのまんまだ。竜物語、ドラゴンなクエストですかね。メタルスネークやろ。待たせたな。地球の皆さん、待たせたな。さあ最後の配信どうなるか。4億。あ、でも90日目があるから。あ、しかしもう元気がないか。じゃあ最終日は寝ましょう。いい夢見ろよ。ビュンビュン、ハロー地球。今日は小惑星衝突による地球最後の日です。そんな。90日にそこでなんか引退とか、もしくはこいつの寿命とかいろいろ考えたけども、地球の寿命だった。地球の危機によりパニックが起き、エンターテインメントが失われた地球。少しでもみんなを元気づければと思い、地球に向けて配信をしてきました。そんな感動的な内容があったのか。地球のみんな、今まで見に来てくれてありがとう。火星移住の道はないんですか。みんなのことは一生忘れません。本当にありがとう。ありがちゅどーん。いい話だったな。まさか90日そこで終わってしまうなんて。いやー途中きつかったな。一回だけ結局ね、ゲームオーバーにはなったけども、コンティニューがね、途中からできたのはだいぶ優しめだったね。こういう系で大体失敗したらね、ほんと、うん、頭からやり直しっていうのが多いけど、途中結局、ギャンブルをして、何十パーかのね、引けばなんとかなるっていう。おお、これはあれかな？インディー系のゲームの、うん、制作者が自分のゲームを、名前を提供したのかな。あとはパロディータイトルとかで。なかなかいいゲームだったな。ちょっと短めってのこあったけども。確かもともとフリーゲーであって、それがちょっと内容を追加されてこのスマホ版になったんだっけかな。地球のみんなありがとう。ここでリザルトが、配信開始数が31回と、総チャンネル登録者数は8億3415万4886人となりました。いろんなゲームやったな。お疲れ様でした。えい、といった感じで、エイリアンチューバーオメガ、火星人配信者の90日、これにてエンディングでございます。ご視聴ありがとうございました。バーイ。またこれか。